こんにちは、速稼塾の久保です。今回もエイダについてちょっとお話しさせていただきます。エイダね、今2021年2月8日の段階でこれ71円なわけですよ。この価格急騰っていうのはどこにあるのか、そしていつまでこの価格急騰は続くのかっていうことをね、考えながらお話していきます。それではよろしくお願いします。まずおさらいなんですけども、エイダが今ね、どのぐらいのステップを通じてきたのかってことを振り返ってみます。まずは第1期バイロンというところで基礎を固めました。バイロンの段階ではカルダノの公開と取引所の対応が主に行われたわけなんですけども、パート2ではね、シェリーという分散化が行われたんですよね。でシェリーの段階でかなりの、ね、資金が入ってきました。このエイダに期待する方が多かったんでしょうね。そりゃそうですよね。第1段階がきっちりとリリースされた状態で、実現したわけですから、これはね、第2部もうまくいくんじゃないかなというふうに見るのは確かだと思うんですよ。このシェリーという段階ではダイダルスの機能拡張が行われました。まあ主にはセキュリティ対策の強化ですよね。こちらの方とスケーラビリティ、使いやすさの改善が行われたわけなんですよね。エイダコインの特徴である量子コンピューター対策っていうのがこのシェリーから行われたと言われております。で3つ目の段階、スマートコントラクトというね、また聞き慣れない言葉がたくさん出てくるんですけども、ここではね、ゴーガンというステップになります。ゴーガンではサイドチェーンですとかスマートコントラクトの実装を行ったわけなんですけども、このサイドチェーンとかスマートコントラクトっていうのは別で説明した動画がありますので、そちらをご覧いただくか、まあ検索してね、軽くおさらいしておいてください。第4段階目、スケーリングですよね。これはね、場所と言います。場所という段階です。ここではですね、カルダノの安全性や拡張性、パフォーマンスなどの改善を予定しておるわけですけども、これからこれが始まってくるということですよね。そして最終段階は、ついにガバナンスという、ね、ところに、到達するわけですよ。ガバナンスというのは、全、統治機構を整えるわけなんですけども、これをね、ヴォルテールと言います。このヴォルテールでは、財務モデルの導入を予定しているわけなんですけども、具体的な計画はまだ公開されてないんで、ね、私もお話しすることできないんですよね。で、ブロックチェーン及びコミュニティの持続や自立を保障して、エイダを安心して利用できることを目標に掲げているということで、このガバナンスのね、部類に来ると、ボルテールまで来ると、まあ価格っていうのはね、まあ今よりも、その、だいぶ上がって、今ね、70円だとすると、これがね、まあ700円どころじゃなくてね、1500とか2000とか、あの辺に来るんではないかなと思うんですよね。で、これから、エイダが目指すものとしては、まあ、いくつかあるわけなんですけども、今日は2つだけお話ししていきましょうか。1つ目の市場流通の話なんですけども、これは私たちも期待するところですよね。このカルダノのエイダを提供しているカルダノ財団というところは、日本やアメリカなど世界各地でミートアップを開催しています。まあ、業務提携にかなり前向きなんですよね。特にチャールズ・ホスキンソンさん、細かく動いてらっしゃって情報発信もものすごくしてくださいます。で、私が紹介するのは渡辺瑞香さんのね、翻訳系 YouTuber の方の動画なんですけども、すごくね、私も取り上げさせてもらっています。こちらの方をご覧いただければ、かなりね、体の方が分かってくるんじゃないかなと思います。そしてエイダを単なる投機だけではなくって、産業や商業、流通といった分野と提携して市場流通を図るのがミートアップの趣旨だと言えるんですけども、皆さんもね、このミートアップに何回か参加したことがあるんではないかなと思いますし、もし参加したことがなければね、チャンスを探してもらいたいと思います。はい、それで2018年の5月9日にはカルダノ財団の開発機構であるエマーゴが韓国最大手のモバイル決済プラットフォームメタプスプラスとの業務提携を発表したのは結構ね、大きなニュースだったと思います。市場流通を図るためにも業務提携には今後も注目していっていただきたいかなと思います。この業務提携が次々とね、公開されるに従って価格はどんどん上がってきて、で流通性も増すんではないかなってことですよね。で、今回お話しする2つ目のことなんですけども、まあ、暗号資産、これは仮想通貨ですよね。これ第2の基軸通貨になり得るっていうことだと思うんですよ。もちろんビットコイン、BTC があって、イーサリアムがあるのは確かなんですけども、このカルダノっていうのはね、現在コインマーケットキャップで、ナンバー3とか4に位置づけているわけなんですけども、この ADA っていうのは、そのまんまビットコインと肩を並べるか、いやいや、ビットコインよりも存在意義を増してくるんじゃないかなっていうのが、この第2段階のお話なんですよね。日本の携帯電話キャリアは、暗号資産にあまり積極的ないためね、暗号資産決済は普及していないということですね。まあ、暗号通貨でね、携帯の決済ができるようになったら一気に、ニーズは増すんですけどね。で、一方ですね、メタプスプラスの本社がある韓国は世界有数の電子マネー大国なんですよね。
で、暗号資産、この仮想通貨の投資にもかなり積極的です。将来的に暗号資産、仮想通貨は世界各国へ、浸透すると思われます。この暗号通貨に可能性を感じて大きな期待を捨てているのが韓国と中国なんですよね。いやいや待てよと、中国は暗号通貨を規制してるんじゃないかなって声もありますけども、そういったところも確かにあるんですよ。中国の屋台とかではね、でもですね、暗号資産で決済するところもあるんですよ。 QR コードを見かけたこともあると思うんですよね。で、私が知るところ、取引所の口座を開設した農家の方もいらっしゃるということでね、まあそういうところにまでね、実は暗号通貨というものは流通させているんだろうなと思います。もちろんね、ビットコインを中国から排除したいみたいな動きもありますし、ちょっと複雑なんですけどね。はい、でしかしね、これがちょっと今回お話したいことなんですけども、中国政府っていうのは暗号通貨が中央銀行の機能低下や破綻を招いていくと懸念してるんですよ。中国政府が国民の資産を管理できなくなることを恐れて、暗号資産の取引の禁止及び暗号通貨の取引所の廃止を行ったんですよね。これがまた大きなチャイナショックと言われております。韓国は暗号通貨に積極的な姿勢を見せて、国民の 60% 以上がビットコインを所有しているとも言われているんですね。メタックスプラスの上場に伴い、韓国でエーダコインが流通すれば、エーダコインの価格にも影響を及ぼすということで期待が高まっております。まあ、リップルが有名な取引所に上場した際に高騰したのは皆さんもね、覚えていることだと思います。それからね、リップルってのは人気をかなり高めてきたわけなんですけども、エーダはリップルのチャートと動きが似ているというふうに言われているところもあって、まあ、あんまり根拠とはね、言えなくもないんですけども、テクニカル的には同じ理屈で高騰するというふうに期待が持っています。韓国から支持を得ているエーダはリップルと似た位置づけになるとも考えられており、今後エーダコインは暗号通貨第2の基軸通貨を目指すんではないかなと思います。で、チャールズ・ホスキンソンさんはエーダの開発者なんですけども、このね、イーサリアムもやっぱり手掛けておられるんですよね。イーサリアムのメインの開発者でもいらっしゃるんですよ。で、そのチャールズ・ホスキンソンさんがかなりのね、本腰を入れて、もう自分の最後の仕事として取り組んでいるのがこのカルダノのエーダというものになりますから、当然イーサリアムと同じような機能、それ以上を実装するものと考えられております。ということでね、私の話は以上なんですけども、また次回ね、今度は社会とどういうふうに ADA っていうのが絡んでいくのかっていうことを通じて、ADA のね、魅力にもっともっとね、関心を寄せていこうかと思います。そしてこれは肝心なことなんですけども、 ADA のホルダーさんにね、お話します。ADA の価格どんどん上がっていくと、ちょっと金銭的に嬉しいじゃないですか。 ADA の価格を上げる方法って非常に簡単なんですよ。 ADA の何が素晴らしいのかを理解して、それを発信することなんですよ。そうするとですね、 ADA ってすごいなと思う人が ADA を少額でも購入すると、その積み重ねが ADA をどんどん価格をね、上昇させるんですよね。なんせ ADA って売れれば売れるほど価格が高くなるわけなんですよ。これは当たり前ですけどもね。でも自分では買い回しをせずに、自分では ADA の魅力を伝えずに、自然に上がることを待っていれば、これは本当にね、糸の切れたタコ状態になっちゃいますから、自分の意思で価格を上げようと思ったら、大きな資金を ADA を買うために投入するか、自分の資金がそれほどなければ、ADA を買ってくれるユーザーをね、ファンを増やす活動すればいいんじゃないかなと思います。まあそういった意味を込めて私はこういうような放送をしているわけなんですけどね。で、本日は以上です。